はい、どうも、イズログです。今日はですね、山形のバイトから戻って、ちょっと家を換気しに来てます。で、ちょっと早めに切り上げました。で、そしてですね、この部屋。まあ、だいたい玄関入ってすぐ右側なんだけれども、なんだっけな、なんかね、これ、マットらしいんだ。ソフト低暖房パネル。っていう、なんかね、見たことない分厚めのマットなんだよね。で、まあ、これは何だろう。灯油の管なん、灯油管の管、なんだろう。灯油タンクからの管だから、何を循環させるマットなのかなって、すごい疑問で。で、まあ、ちょっとこのマットはぐってみようぜと思ったら、これ床下点検口っぽいものがあるんですよね。で、まあ今後の計画として、ちょっとバイトが思うように稼げなかったんで、まあこの業務用のストーブ、これコロナですね。で、これ、ちょっと付け加えておくんですけど、これちゃんとコロナって書いてあります。で、カーセンヒーターかな？ケロセンヒーター？いや、カーセンヒーターだろうな。まあ18畳だったり20畳かな。まあ結構1台ですごい、冷やしてどうするヒーターで。まあ、温められるパワーのあるものですね。で、これ、逆光でちょっとわかりにくいけれども、まあ、これ煙突っすね。はい。で、まあ、ちょっと、これ何なのよと思ってね、ちょっと若干シロアリが食ってるんだけど、むしろ購入して2ヶ月目で知ったこの驚愕の真実。なんだろうね。床下点検口ではない。塞いである。なんだ。ええ、バッチリ。あ、シロアリ落ちたら嫌だな。板の中で、あ、取れねえ。寝ていろ！あれ？あ、取れねえな。なんだこれ。なんか、いろりのなんかあれを置く台っぽいね。で、ちょっと、鉄が錆びて腐ったか。なんか砂だな。はいはいはい。いろりがあったのか。ちょっとフラッシュをつけ。あ、いろりだね。え、でもこれ。まあ、吊るすとこないんだけど。あ、鼻が。吊るすとこはないよね。まあいいか、ちょっとこれ塞ぎ、まあ一旦塞ごうかな。まあシロアリさん、そんなに食ってないんで、この家。まあちょっと、シロアリさんにご退場願い。まあ60万の家にしてはもう抜群でござるよね。ほら、ちょっとひっくり返し、まあ結構無理やり切ってあるね。あ、でも結構バッチリだな。ダメだ。ちゃんと戻さなくてこれは閉まらん。結構合わせ切りはバチッとやってある。はい。まあこんな感じです。
まだ残留物所持で、このコロナと外のホームタンクを中に入れて、まあ中のね、小型タンクをちょっと吹っ飛ばして、ああ、灯油抜かなくちゃいけねえんだ。まあやって、ちょっととりあえず小銭を作ってからどうにか考えます、的な感じですね。